北秋津横穴母群は埼玉県所沢市北秋津から上安松にかけて存在する古墳時代後期の横穴母群である。1945年5月3日、陸軍所沢飛行場の物資を疎開させるための地下壕造成の際に一機が発見され、所沢国民学校に勤務していた内野博士によって発掘調査が行われた。この横穴墓は 斜面の中腹に上げられた、縦央約零点七メートル、奥行き約一点五メートルの沿道の先に、長径二メートル、短径一点五メートルの楕円型で高さ約零点九メートルの、原室が配置されている。沿道と原室の間は、柳瀬川の河原石で封鎖され、床に河原石が敷き詰められた原室には、頭を北に向けた、身長約一点六五メートルの男性が、 震送されていた。遺体の右側にも追送されたと見られる大小2個の頭蓋骨があったが、副葬品は見つかっていない。この1機の他に1985年の所在調査によって新たに7機の存在が確認されている。当時の埋葬施設のあり方を研究する上で貴重な歴史的価値を持つものとされており、1976年に 埼玉県の重要遺跡に選定された。この古墳を含む一帯は、土地区画整理事業の予定地になっているが、埼玉県は、所沢市が提出した、所沢市北秋津地区土地区画整理事業に係る、戦略的環境影響評価報告書に対して、北秋津横穴部群については、開発を行わず、現状保存に努めることとの意見を付している。斉藤修司 埼玉ふるさと散歩ところ沢市埼玉出版会埼玉総書1993年31ページ AB ところ沢市,市編さ委員会編ところ沢市市場ところ沢市1991年217から219ページ前景斎藤33ページところ沢市議会議事録平成17年3月定例会 埼玉県平成16年冠水第35号、所沢市北秋津地区土地区画整理事業に係る戦略的環境を影響評価報告書について、ありがとうございます。